たくさんの桜切り紙を並べて花いかだを作りましょう。桜切り紙の作り方はこちらの動画をご覧ください。お花紙の桜や花びらも作っておきましょう。台紙にスティックのりで川の流れを描きます。その中に大きな桜切り紙から貼り付けていきます。間に小さな桜を敷き詰めるように貼っていきます。隙間にはお花紙で作った小さい桜や花びらを貼ります。これで桜の花いかだで埋め尽くされた川ができました。桜の木や枝、菜の花などを組み合わせて飾るといいでしょう。